どうもママです。こんにちは。よろしくお願いいたします。さあ、今日はですね、サムネイルにもあったように、お子様の人見知りを直すことができないかという、ご質問にお答えしたいなと思っております。よろしくお願いいたします。まあ、人見知りとか、引っ込み事案とか、そういったものをですね、まあ、直すというか、まあ、僕なりの考えですね。僕なりの考えでございます。で、ありがたいことにですね、こちらのメールをくださったのが全く面識のない方でですね、概要欄の下の方にある G メールアドレスからご連絡いただいて、まあ僕がね、自分磨きのためのハマーアフトライフスクールっていう、まあ演技を使ってその方を日常をより豊かにし、笑顔を増やすとかっていう目的で演技を使ってる人間と分かった上で、何本か視聴していただいて、そういうお悩みといいますかね、子育てのついてのお悩みみたいなものをいただいたっていうのはとっても嬉しいですね。はい。で、僕自身はね、子供を育てておりませんので、子がおりませんので、その日常のリアルの日常の子育てとかはちょっと想像するしかないというかあれなんですけども、子供に関しては子供の成長とか子供の可能性とかに関してはおそらくですけども大多数の大人の方よりかは見届けてきている自信があります。まあ学校の先生ってなってくると話は変わってきまして、学校の先生には太刀打ちできないですが、僕は演技指導という立場ですけども、まあ一般の方々と映画作りとか舞台作りをさせていただいて、演技指導という形で携わらせていただいて、おそらくですけど、延べ人数で言ったら、何千人っていう子は見てきてると思いますね。で、そういう経験をもとに、まあ僕が思う、答えを出していけたらなと思います。で、子供たちってこれ共通、もう本当に共通してるのが、例えば18年、9年前からでやって、で、今も僕はやってるわけですよね。で、今時の流れがすごい早いじゃないですか、このインターネットっていう世界で。でも、18年、9年前、もちろんそれより前もだと僕は想像してます。で、この先もだと想像してるんですけども、子供は全員素直ですね。めちゃくちゃ素直です。めちゃめちゃ素直。で、生まれたてに近づけば近づくほど素直ですね。で、それはおそらく大体の大人の方は理解してるんでしょうけども、それを言動であったり、言葉、特に言葉ですね。言葉とか態度に示してあげることができないというか、それを意識してする大人が少ないっていうのは僕は感じておりまして、その今回のメールくださったお母さんなんですけども、お母さんが、お子様は小学校低学年の男の子なんですね。で、そのシチュエーションで言ったら、特に子供たちの最初のスーパースターって親御さんなんですよ。生まれた時の何でもできる人っていうことで、親ってすげーっていうのを本能でもう分かってて、で、かつ男の子ってお母さんってもう本当大好きですから、お母さんに認められる、お母さんに褒められるってやっぱ嬉しいんですね。嬉しいんです。で、それをちゃんと意識した上で言葉を投げかけるっていうことを今までしてきたかどうかっていうのはすごく大きいと思います。で、おそらくですけど、ここからは僕の予想というか僕の意見ですけども、今そのお子さんが小学校低学年で人見知りなのは、今までの期間、生まれた時から急に人見知りで生まれるってことはないんですから、何かしらのきっかけの時に親御さんが、ほんと人見知りねとか、人に紹介するときに、この子人見知りなんですとか、やってきてるんです。やってきてるんだから自分は人見知りなんだってくなってきてるんですね。で、これってね、僕本当に子供たちって本当素直なんで、その投げかける言葉を終始徹底して意識してやってあげると変わります。なので、今回で言うならば、人見知りを直したいっていうのであれば、人見知りだねっていう言葉はもう言わない。まず親御さんが固く決めて決心して言わないっていうスイッチを自分の中に入れる。ね。
そして次に、もし可能であれば、もし可能であれば言わないだけでも十分効果あると思います。もう小学校低学年なんでね、今後は先生方とかお子さん、友達、先輩と話したりするうちに、どん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 成長されると思うんですけども、もしね、親御さんが努力というか、まあ今まで言ってる方だとしたら、これ言わないっていうだけでもまあまあの努力大変だと思います。口癖のようになっちゃってるんで、まず言わないが一つですけど、もしできるんであればもう一個スイッチカチッって自分で入れてですね、その反対ですね、例えば社交性なんかこう人前で出た時に、なんかちょっと社交性が見えた時にすごく認めてあげる、褒めてあげるっていうのをしてあげるってことですね。それが何歩でもいいです。今その子が人見知りで、人前に出るのがちょっと引っ込み思案なのであれば、データベース、平常ラインがここだとして、普通の子ぐらいよりもう本当に引っ込み思案だとしたら、その子にとって半歩ちょっとでもやろうとした瞬間に、それをちゃんと見てあげて、おお、すごいじゃん、社交性あるねって言ってあげるってことです。すごいね、成長したよねとかって言ってあげるって、言葉で出してあげるってことが重要です。それはまあでも一緒に生活されてたら見えると思うんですけどね、見えた時に言ってあげるってことですね。言ってあげる。で、僕とかは演劇を教えてる時に、これ不思議と子供たちってまあ、これ大人の世界もそうかもしれませんね。まあ、仕事の世界だったらそうだって言いますもんね。なんか仕事ができる人が2割で、普通の人が何割でしたっけ？なんか言いますよね。なんか、6割で、できない人が2割で、じゃあできない人相違だとしたら、この全体の中でまた262になるとかってよく言いません？数字合ってます？そんなこと言いません？で、子供たちって、まあ、演技をしたいと、映画に出たいとか、舞台に出たいとかって言って、積極的に、よっこいしょって、手を挙げてきたにもかかわらず、この時点ですごく勇気ある、行動力がある子なのにもかかわらず、この全体、じゃあ、やりますってキャスト決めた中に入ると、その中で、行動力がある積極的な子、非積極的な子に分かれるんですよ、これ、不思議と。この子、そもそも、よいしょって来た時にも行動力あり、積極的なんですよ。にもかかわらず、この輪の中に入ると、そこで差が出る。うん。の時に僕は、この子ね、この子にちゃんと、見ててあげて、特に、出会って間もない頃、最初の頃であればあるほどですね。後からじゃダメですね。最初の時に、その子が半歩でも何か勇気を出して表現、お芝居をこうしたいっていうのを、僕がじゃあこうやってって言ったことを、全然できてないんだけども、やってくれようとした半歩でも出た瞬間に、できるじゃん！ほら、できた！さっきはやらなかっただけだって、やらないとできないわ、大違い。もうできるんだって、できるできるかな、やって、ね、よし頑張ろうみたいな形で、過剰にというとあれですけど、意識してやってますね。意識して、でそれを最初にやっとくと、あ、この人認めてくれるんだ、あ、この人ここ見てたのみたいなのを、子供たちって本当素直だから、その時に僕のことを認めてくれたら、お互いが僕も子供を認めるし、子供も僕を認めたら、その後もし僕が例えばおいってこう声を荒げて怒ったとしても、この人は理解してくれて怒ってくれてるとかになるし、例えば僕が見なくても、自分がなんかやってくれた、自分がなんかアピールしたのに僕がたまたま見てないね、いっぱい子供いるから見れない時もありますよね。そうした時にも、なんだよ、見てくれないのかよとはならないですね。で、時を経てば自分から主張してきますね。これちょっとやるんで見てくださいとかね。そうすると見るし、それも僕は常に言うようにしますし、なんかあったら言ってくれと。うん、止めていいから何でも言ってくれた。で、この場にそぐわないような質問だったら後で回答するからっていうのをちゃんと言葉として、うん、であと専門用語ね、専門、これちょっと今質問から離れつつありますけど、専門用語もついつい言っちゃうんですよ、大人とかっていうか僕とか、映画用語、業界用語、舞台用語みたいなことを言っても分かんないじゃないですか。言葉が分かんなくてちんぷんかんぷんになって話についてこれないっていうのはもったいないから、言葉の意味が分かんないときは平気でも止めてくれと。もう僕が喋ってて、例えば早口、僕は早口ね、その早口のペースが早くても止めてくれって言って、でやっぱね、それを言ったところでなかなか子供だからね、うーんってなるんですけど、絶対的にね、この中にはリアルに
あ、なんとかってなんすかとかっていう手を挙げる子がいるんですよ。で、その時に一番最初に手を挙げた時にめちゃめちゃ褒めてあげるっていうのを僕はしてますね。うわーありがとうね、あ、そうだよね、その用語は知らないよね普通ね、ごめんねごめんね、この用語はこうこうこうなんだよって、こういう感じでもうどんどん聞いてくれりゃいいからっていうふうに僕は最初に言います。それによって子供たちはやっぱ素直だからちゃんと発言もするようになるし、で、本当に素直なんですよ。だから素直をちゃんと、見てあげるというかね、うん、だから話が戻りますと熱くなりすぎて話が戻ると、人見知りを直すんであれば、まず親御さんが、その子の前で人見知りだねっていうことは言わないってことですね。言わないってことです。はい、参考になったでしょうか。ということでね、もう今日8月最後でございますわね。早いですわね。はい、まだまだ暑い日続きますんでね、なんとなく9月に入ると、夏が終わってくるのかなって感じですが、まだまだ暑さで言えば夏は楽しめますから、いろんなこと楽しんでいきましょう。それでは今日も良い日にするということでよろしくお願いします。じゃあね、またね、いつもありがとう。バイバイ。